ラグビー大学選手権の組み合わせ決定、早稲田は同志社と激突。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。全日本大学ラグビー選手権大会、関東からは総慶明の伝統校が3年ぶりに顔を揃えました。関西はちょっと今年不調とはいえ、同志社大学4連覇を狙っていよいよ順調に仕上がってまいりました。組み合わせが決まりましたね。そうですね、楽しみですね。そうですね、はい、後ほど組み合わせの方はご紹介するといたしまして、シリーズでお送りいたします大学ラグビー最前線、今日は2年ぶり関東大学ラグビーの王座に返り咲きました北島明治の巻です。11月10日伝統の慶明戦、明治はリードされながらも後半粘りを発揮して13対13、同点引き分けでした。リーダーの南吉祥です。バックスフォワードはどうですか？そうですね、まあ本当は一番よく見なくちゃダメなんですけどね、いざビッグゲームになったら熱くなってもうてもう突っ込むばっかりでね。まあでもスタンドの佐藤もね、よくリードしてくれてますしね、自分のこと、そういう面ではリラックスしてゲームできてますからね。特に前後のバランスは取れると思うんですけどね。今12月1日総明戦、見事な重量フォワードの突進、早稲田を破って優勝、続く昨日の交流戦も国士舘を破りました。選手権出場権を先生に怒られた記憶はありますか？練習でやってることをやらなかった時とか、自分のところにバックスですからね、どうしてもどうしてもサインプレーに走ったりしてね、そういうなことをね、細かいことをこちょこちょ、ね、手先でやってたら、やはりバーンと雷落ちる時ありますね。早稲田はね、慶応、日体、多分そのうち一つ当たるでしょうからね。まあ、対抗戦のことは忘れて、また何ですかね、立派なゲームができるようにね、これからあと1ヶ月ですからね、頑張っていきたいです。南君、ハーフやってますね、ええ、やっぱハーフというつなぎのポジションでキャプテンというのは非常になんか合ってるような気がするんですが、その辺は監督いかがですか？まあ一番いいですよ、あそこでもってリードできればね、出せとか、また出すなとかね、持っていけとか、いろいろできるんですよ。まあラグビーってあまり声をかけてね、指令するようなね、命令して動かされるようなもんじゃダメなんですよね。言われてやるのはもう遅いんだから、言われる前にやらないんじゃね。今年のシーズンを振り返りまして、順調に今明治は来たと思うんですけども、ただ交流戦昨日ですね、ちょっと最初エンジンのかかりが遅かったんですよ。これはもう例年のことでね、もういくら言ってもね、みんな総武線のつもりでやると、明治と慶応の試合のつもりでやるとね、いうことを言うんだけどね、彼どっかにね、明治の心の隅にね、ちょっとね、理由が何するものっていうような、もうわずかだけどね、気持ちがあるのはやはり違うんだってことね、どっかでまた早稲田と浮かる可能性もあります、同志社もいます、それから慶応もいます、今年は大変興味ある面白いシーズンだと思うんですが、もう毎年ね、もう1月15日までビッグゲームあるつもりでしっかり今から頑張ってきようと、もう途中で落ちる時でもね、それは言ってるんですよね。選手権出ると、まあ、大体決勝戦まで今まで行ってるからね、それ言ってること多いでしょ。だから皆もそれは期しているとは思うんですけどね。